ですね、なんで2本目のビールを持ってきて飲んでいるかっていうと、タイトルの回収をし忘れてたんですよ。僕その YouTube でタイトルを決めてこう喋る、今日だとその神の声が裁判で立証されたっていうタイトルなんですけど、でなんかタイトルを決めて それを説明するっていうのをやろうと思ってはいるものの、お酒を飲んでこう喋ってるとすっかり忘れてしまうっていうのがあるんですけど、で一応そのタイトル回収っていうのを気づくとするんですけど、今回すっかりタイトル回収を忘れていて、その神の声が裁判で立証されてあって、明らかに頭おかしい人の発言じゃないですか。でそのなんで頭おかしい人の発言をしたかっていうと、キリスト教でいくと、そのバチカン市国っていうところにローマ法王っていう人がいるんですけど、その神様がいるっていう主張をしてるんですよ、キリスト教の人は。で神様がいる理由としては、神様がいないとこれは起きないよねっていう奇跡っていうものを4つか5つあるんですけど、ではその普通こういうの起こりえないよね、神様がいるからこれが起きたよねっていうのの奇跡っていうものを神の存在の証明として使ってるんですよ。その普通だったらこんなこと起きないけど、例えばじゃあそのなんか手をかざしたら病気が治りましたっていうのは奇跡じゃないですか。で奇跡が起こるっていうことは、それは神がいるっていう証明になるんですよ。で僕の中でその最近その日本の裁判でその神様がいることが証明された裁判っていうのがあって、僕の中で超ブームだったんですけど、世間的に全く話題にならなかったんですよね。2020年1月24日のニュースで日刊スポーツに載ってたやつなんですけど、タイトルで暗闇で勘違い成功、罪成立せず偶然名前一文字違いっていう、そういうニュースがあったんですけど、まずその裁判になったんですよ。で裁判になった時のその男性っていうのが統合失調症の人なんですよ。で統合失調症の38歳の人が道を歩いてる時に運命の人がいるよっていう神の声を聞いたんですよ。で運命の人がいるよっていう神の声を聞いて、そのマンションの1階のベランダに入って、でベランダが開いてて部屋の中に入って、で部屋の中に入った時に女性が、その誰か部屋に入ったら普通びっくりするじゃないですか。でその女性が彼氏だと思って、カズキやんなって言ったんですよ。カズキっていう人がその女性の彼氏の名前なのね。でその38歳の統合失調の失調の人は名前がカズアキだったのよ。でせやでって言うよ、カズキやんなとカザキやんなって似てるじゃん。でせやでって言って、その後成功したんですよ。でここも知らないんだけどさ、その赤の他人のさ、その統合失調症38歳カザキさんとさ、自分の彼氏カズキさんとさ、その成功で普通違うって気づくと思うんだけど、その女性は気づかなかったんですよ。で終わった後にちゃうやんって気づいて、でそのまあその人の家勝手に入ってきて、そのレイプされたっていうことで、その準強制性交罪っていうところと住居侵入で逮捕されて裁判になったんですよ。本来やべえやつよ。ところがどっこい、要はそのカズキやんなって言って、統合失調症の38歳の彼は和明やんなって言われたと思ったから、せやでって言って、本人は嘘ついてないんだよ。だからそれがさ、例えばたかしやんなって言われて、たかしやでって言ったら、それ嘘つきじゃん。嘘をついたことになりますと。なので嘘をついて人を騙して性行為をした場合は準強制性交罪が成立するので犯罪になるんですよ。でもその統合失調症の38歳の彼は、カズアキやんなって言われたと思って、カズアキやでって言ってやったから犯罪にならなかったんですよ。なのでその統合失調症のカズアキさんは、神の声の運命の人がいるでっていうのを聞いて、で普通さ、人の家のベランダに入ったらさ、鍵かかってるじゃん。でも鍵もかかってないし、カズアキやんなって言われて性行為ができました、
無罪でしたって、これ完全に奇跡なんですよ。だってそんな普通起こらないじゃん。なんかたまたまさ、じゃあここ入ろうって入ったベランダの鍵が開いてて、で入った家の人の彼氏の名前が自分のその名前にめちゃくちゃ似てるとかってないじゃん。だからこれは奇跡なんですよ。なのでそのあ奇跡が起きたっていうので僕の中でめちゃくちゃ面白かった事件なんですよ。なのであの神様がいるっていうことをあの日本の裁判所が証明してくれたので、あの今見てるあの5182人の方いらっしゃると思うんですけど、あの神様はいますっていうね、すげえ面白いニュースなんだけどね、このニュースねあんまりなんかね話題になってないんだよね。ひろゆきしっかり半分冗談ですよただその確率論でいくとほとんど起きないことが起きた場合ってそれは奇跡が起きた、で奇跡が起きるということは神がいるっていうのがそのキリスト教の言ってるあの神様の条件なので、そういう意味でいくとあの神様がいることっていうのをその日本の裁判所が証明したっていうのも一応成立するんで、はい。あとあのもし皆さんもあの神の声を聞いた時に神の声に従ってみてくださいって言って犯罪が起きた時に僕のせいにされると思うので、あの犯罪にはならないぐらいで頑張ってやってください、はい。この話めちゃくちゃ好きなんだけどなんかね全然話題になってないんだよね。だいろんな宗教もこの話取り上げた方がいいと思うんだよね。だって神様がいる証明を裁判所がしたのに、あのねそのキリスト教のその奇跡って裁判所の証明ないのよ。なんかそのあのなんかマリア像が血の涙を流したとか言っても別になんかそれってたまたまなんかあのその結露して水が出ただけなんちゃうみたいなので裁判上の証明はしてないんですよ。でもなんかそういうのみんなが見てあるあるって言ってるから奇跡っていうなんかあのバチカンがこうこれは奇跡ですとか言ってるんだけど、本当に裁判で神の存在を証明はしてないのよバチカンですら。でも日本の裁判所は神の存在を証明したのよ。その人類で一応そのなんかあの10万人年の歴史があってさ、 それなりの知恵がついてからも2000年ぐらいの歴史があるんだけどさ、でも裁判所っていうのの現代の仕組みで2020年になってようやくその裁判っていう法の中と証拠を出すっていう科学的決議の中で奇跡が証明されたので、そういう意味でいくとその日本は奇跡を証明した国 でこの統合失調症の38歳の笠明さんっていうのは奇跡を起こした人なのよ。だその2000年前にさ大工だった人がさなんかあのイエスっていう名前でなんか崇め立て祀られて今でも偉い人になってるわけじゃん。なので多分ねこう西暦4000年ぐらいになるとね和明さんは多分神になってると思うんですよ。なのであのこの和明さんちょっとどこにいるか分かんないんですけど、はい、あのなんか適当に誰かあのちょっと祭り上げてみてください、はい。いやだからねすげえいい話だし面白いなと思ってるんだけどね、この面白さがねなんか世間に伝わらないんだよね。なんでだろうね。だってそのほらそのキリスト教とかさなんか仏教とかさみんな信じてんのにさ根拠ないじゃん。でも和明証はさ証明してんだよ奇跡を。でじゃあ奇跡はあるかないかでありますよ、で証明がさ日本の裁判所なんだよ。なんか大抵の宗教ってさなんか適当なこと言ってさなんか証明もできないわけじゃん。でも証明済みなんよ和明は。だからそういう意味でいくと和明は奇跡を起こす男だから和明は神って言っても間違いではないわけですよそうそう性行為してるから、そういう意味でいくとあのなんかね処女なのか童貞なのかっていうその神はなんか性行為をしないみたいなそういうなんか面倒くさいのもあるんだけど、とはいえその和明は一応さそのいろんな宗教がそのやり遂げられなかった裁判での神の証明をやったわけだから、やっぱりちょっとね笠明持ち上げた方がいいと思うんですよ、はい。どの笠明か知らないけど、はい。まあでもねちょっとその修羅場見たいよね彼氏の和樹さんも驚いたと思うんだよねいやいやいやお前赤の他人と俺の違いなんで分かんないのって多分その彼女にも突っ込んだと思うんだけど、彼女も彼女でちょっとボケてんのかなと思うんですけど。